はいみなさんこんにちはレクセンン講師の小木原です。えただいまから2018年司法書士試験え記述ベストセレクションアドバンス、えー、科目名がですね必要なスキルの養成大回前半の講義始めてまいります。あのこの記述ベストセレクションアドバンスはですねあのまあ皆さんのですね実力のある受験生の後と 一方必要な隙間を埋めていこうというこういう設計思想で作られた講座なんですね。でその隙間を埋めるっていうのが一体どういうことなのかっていうところですね。この講座の狙いおよび皆さんにどういうつもりでですねあのこの講座を受講していただきたいかということをまず一番最初にですねちょっと時間を使ってなんですけれどもご紹介をしたいと思います。ととででですすすねねこの講座聞くくだけですとおそらく学習効果があまりない場合によってはです、ね えー、むしろ危険なんです、ねえー、なんかこうこの講座は面白そうだから取ろうと思って取ってで、えー、どういうつもりで学習すればいいのかをです、ね、全く認識せずにただ触れてしまうともしかすると皆さん混乱して本試験の際にですね取れる問題を取れなくなる危険性があります。 でですすからですねこれからお話をする話というのはですねこの講座を受講しこの講座で学んだことをですね試験に生かすためには絶対に必要なので忘れないでいただきたいと思うんですね。ね でそれからあの科目名がちょっと分かりにくい科目名になっているんですけれども必要なスキルの要請、これはです、ね、あの過去の本試験問題ですね、えー、過去6年分ですね、24年から29年までの本試験の実際の問題、これを素材に この年の問題はどこが壊れていて、で、どこはですね、えー、作りが甘いのかということ、これを指摘し、で、またですね、えー、それに対する対応を考えていくという、こういう科目になっているんですね。で、他の科目も、まあ、それぞれの冒頭のところでどういう科目なのかということは、ご紹介をしていくんですけれども、あの、これ、科目がね、まあ、6つあるわけです。 でこの6つの科目にです、ね、受講していただく順番は特に決まっていません、私もあのどれから受講してほしいというのは思っていないんですね。 これはの通常の講座で科目がある場合にはある科目の学習を前提として次の科目を学習するということがよくあるわけですからその典型的には配信された順番皆さんのお手元に届いた順番で受講していただくということになると思うんですね。でもこの講座はです、ね、い,くつもいくつかあるです、ね、合格レベルにあるけれども あ,のあと一歩、残念な結果になってしまう人のウィークポイント、隙間ですね、これをなくそう、埋めようという設計思想になっているわけですね。ですから、今から図解していきますけれども、こういうところにですね皆さんのもしかするとウィークポイントがあるんじゃないか、それを埋めるのがこの科目ですよみたいな話になるわけですね。で、そうすると、そ,それぞれの科目っていうのが別に連動してるわけではないんです。 だから、ごめんなさい <laughs> だからどの科目から聞いていただいてもいいんですね、ただ、あのこの必要なスキルの要請が配信順序で一番最初になってますんで皆さんのお手元に一番最初に届くのでここで、ここから皆さんがです、ね、まず受講を始めるだろうというです、ねえー、予想のもとにです、ねえー、この全体の話をまずしていきたいと思うんですねいいですかね。 でねえー、とこの講座はもともと私とそれから根本講師とです、ね、あと、まあ、荒川講師と3人で話をしている時に出てきたアイデアなんですね。で受講生の,です、ね、あの中で、えー、我々がいつもこういつもというかよく話題に上るのが、まあ、これは運の講師がよく言っていることなんですけれども。 あの受験生あの受験生さん本当に実力あってもう受かっていいはずなのになぜか去年も今年も残念な結果になってしまったとで,でななんんんででだってていう話を我々よくしてるんです、ね、よくくしるすねそういう話をしてるんですですそういうい話の中でですね、えー、ウィークポイントがあるんじゃないかと我々が普段認識しないようなウィークポイントがあるんじゃないかじゃあそれがどういうものがありうるのかっていうのを聞き取り調査しよう。 ってことこになったわけですただその例えば基礎講座の受験生さん全員にです、ね、聞き取り調査をするようなことはです、ね、あまり効率が良くないのと現実的に不可能だということでどうしたかっていうとレックの中にですね、えー、教材や問題を作成したりチェックしたりするです、ね、専門のスタッフさんがいるんですね。でこの人たち基本的に司法書士の受験生の中なんですけれども極めて優秀な人たちで。 えー、あんまり大きな声で言うとどうかとは思うんですけれどもその何十人もいるんですけどねそのスタッフさんはですね毎年ですね半分前後。 多い年だと六割七割くらいですね、えー、合格して抜けてっちゃう人たちです。まあまた翌年その優秀な人たちを取ってですね、えー、お声掛けして取ってでまたスタッフさんになってってことになるんですけれどもあのこの人たちは普通に受かっていい人たちなんですねでその人たちの中でだいたい半分から六割くらいの人がその翌年の本試験で合格していくっていう人たちを まあ、ある意味リュックの内部の人間ですから我々でいろいろ面談聞き取り調査をした結果あなるほどすごく実力があって当連での点数も結構出てるんだけれどもここがあやふやなんだここにウィークポイントがあるんだでだから今一つ抜けられないんだっていうことが分かってきたんですね。でこれははススタタッッフフささんんのみなならずでい 受験生の皆さんにおいても同じようなウィークポイントがあるだろうじゃあそれを埋めていこうじゃないかっていうことで設計をしたんですねでその何が分かったかっていうとです、ねまあ、4つのです、ねえーまあ、ベクトルというか4つのです、ねこうえー、指針を作ったんですね。でそれがまず 知識、これ卓一知識です記述問題を解くにあたってですよ記述問題を解くにあたってえ、卓一知識なしで解けるはずがありませんで、卓一の知識の対極にあるのが法的な判断力だろうとで、それからこのね、知識と卓一知識と判断力 の方向性とは違う方向性で択一知識ではなくて記述の知識としてひな型っていうのがあるだろうと。でこれだけで記述問題って解けるのかっていうとそうじゃなくて択一の知識があって法的判断力もあるひな型も知ってるでも記述問題の解き方がです、ね、分からなければ当然記述問題は解けないわけです。 で記述問題を解くというのはこれは、まあ、あの解き方についての、ね、講座もあるわけですよね。えーまあ、あの解き方専門の講座小さいものもあればあです、ねえー、荒川講師がやっているです、ねえー、講座の中でこう記述の解説の中で解き方まで、えー、講義しているということもありますから、えー、そういうもので,です、ね、通常は解き方というのはです、ね、皆さん学んでいくわけですね。ねただあのこれもあちこちで言っているんですけれども解き方って1つじゃないんです。 記述の解き方って一つではなくて時系列を作る作らない。どっちでも受かるんですねえ。私は作る方です。で、根本講師は作らないんですね。あのー、毎年やってるんですけれども、公開模試の解き方の実況中継っていうまあ、タイトルとしげ都知事って違うかもしれないですけれども、そういう内容のですね。えー、ものを見ていただくと私は。 極めてオーソドックスな解解きき方で問題を解きますで根本講師はですねスピードが速い解き方なんですねただあの合う合わないっていうのがありますからそのどっちの解き方がいいのかっていうのはあの皆さんのですね、えー、通常の解き方これが 自分にあった解き方だしまた他の解き方を見たければその例えば公開模試の特典映像なんかでですねえ見ていただくまたはそういう講座もありますからそういう講座を見ていただくと記述の解き方の講座もありますからそれを見ていただくとさまざまな解き方があるんだっていうのが分かるわけです。でどの解き方でもいいんだけれどもじゃあ解き方記述の解き方っていうのはそれを知っていれば使えるのかっていったらそうじゃないんですね。記述の解き方って っていうのはこれはスキルなんです。例えば自転車に乗るとか、プールで泳ぐとか水泳をするとかね。こういうのと同じなんですね。あの、自転車の乗り方、自動車の運転でも結構です。 え自動車の運転の仕方ハンドルっていうのはこういう意味があるよアクセルはこういう意味でブレーキはこういう意味があってこうやって操作するんだよっていうのを知識として知ってれば運転できるかっつったらそんななことないわけですもちろんそれも必要ですよだけれども実際に運転して慣れてみる自転車も乗ってみて慣れてみる泳いでみて泳げるようになるまで慣れてみるっていう訓練が必要になるんですねこういうのスキルっていうわけです。 で記述の解法も同じなんですね解き方を知ってるかどうかではなく解き方は千差万別なんで必ずこれでなきゃダメっていうのはないんですけれどもその解き方に慣れていく習熟していくこれが必要なんですね。ですから記述としては知識によったひな型とそれから、えー、その慣れが必要なスキルっていうのがあるはずだということです。で合格に必要なね この卓一知識記述問題としてですよ記述問題で合格点を叩き出すのに必要な択一知識や法的判断力ひな型やスキルっていうのが例えばこのくらいだとします模式的にねきれいにバランスをとってこのくらいのですね実力があればです、ねえー、受かるんだという,うことになってるとします。 でそうすると我々レックが通常作っている講座インプットの講座だったりそれから記述の登連だったりっていうのはこれをね基本的にはまあ何もないところから、まあ、でも択一知識ゼロからスタートするわけはないので択、えー、一の学習でもひな形もスキルはあんまり要請できないかもしれないですけど判断力もあるからある程度持ってるところから始まってで これをまんべんなく広げていけるようにまんべんなく広げていけるように通常の講座というのは設計されてるわけですで、それで実際受かるわけです受かるんですじゃあ、ね、この講座はどんな方向けに作ってあるかっていうとこの、えー、初学者のところから始まって で合格に向けてこういう知識や判断力やスキルというものを広げていってる段階の人に向けて作ってる講座じゃありませんそうじゃない冒頭申し上げましたその合格していいだけの実力があるのにねあるのに記述問題で例年どこかでやらかしてしまってで残念な結果になっちゃう。まあ おととしもそうだった去年もそうだったもしくは去年本気で受けたんだけど、えー、受かってよかったはずなのに受かる実力があったのに受からなかったっていう時ですねそれは自分でここがまずかったんだっていうのがはっきり分かってる弱点が分かってるんであればそこを自分で対処できる限りは対処していけばいいわけです。でもどこががまずかかかったのかがよく分からないという場合でもどっかにウィークポイントがあるはず。 なんで,すでそういう人の実力があって受かってもいいんだけれどもちょっと何かが欠けてるから受からないっていう人のね、えー、このまあ,あダイアグラムとは言わないんですかね、えー、この図解の中にねそういう人の実力というのを落としてみると例えば択一知識はすごくあるひな型もあるで判断力もあるんだけど知識とスキルの間がいびつになっちゃってる。 でここがウィークポイントになっているわけです。こういうところが、これが弱点になるんですね。でね、あのー、こういう弱点を持ってても試験問題とのこう相性によっては受かることも普通にあるわけです。受かるんです。だから昨年はそこの弱点にちょうどまずいようにハマってしまって落ちてしまったんだけれども、今年はいや今年の問題だったら大丈夫だから受かる。 っっっていいいいいいいう人もいっぱぱいいるわけですいっぱいいますまだから去年は駄目だけど今年は大丈夫だったもしくは翌年の問題だと私は受からなかったかもしれないけれども今年の問題だったから受かったんだっていう人もいるわけですね。いるわけですただ じゃあその実力をつけてで、えー、その後今年はダメだとしても来年か再来年か同じようにやってれば受かるだろうまあ確かにそうなんですね、まあ、だからこそこの試験ってやっぱりその3年目4年目あたりが合格のボリュームゾーンになってくるはずなんですけれどももう少し前倒ししたいウィークポイントをですねなくしていきたいっていうふうに考えるはずなんです。じゃあその自分分分のウィークポイントがかかっって,て対処も分かるんだったら 対処ののががあるけれどもどもこが弱点なのかかなかかわらいんだったらなんとかしようがないから助けてくれと思うはずですでそのための講座なんですね。で人によってウィークポイントっていうのは違いますからそのこの6科目の中でどこが皆さんのあなたのそれぞれの弱点にぴったりはまって実力をさらに伸ばすことができるか足りない部分ピースを埋めることができるのかっていうのはこれはあの受講してみないとわからない。 と思いますまあ、ですから基本的には6科目全部ですね受けていただきたいというふうには思うわけですね。でね、えー、この4つのですね、まあ、ベクトルって内部で我々は呼んだんですけれどもこの4つのベクトルですね相国していく4つのベクトルがあって、まあ、線としては2つになってるわけですけど各科目においてどこを埋めていこうかでまたどういうふうに埋めていくのか という話なんですけれどもこの今始まりました1科目目「必要なスキルの要請」に関しましてはえっとねこの辺りなんですねあの。もちろんスキル寄りではあるんだけれどもえっとね何だろうちょっとここあんまり書くとごちゃごちゃになっちゃうのでもう一回簡単に書きたいと思うんですけど「スキル」でしょで「択一知識」でしょ。 判断力でしょ。でひな形でしょ。えっとねこの最初の科目はこんな感じで作ってあります。あの普通にスキルをですね、えー、磨く。 いろんな解き方がありますけれども、それに慣れてくると、これあの知識と知識であるとか法的判断力の方に振らずにスキルの部分の力っていうのがずっと伸びてくるわけです。ずっと伸びてきます。でまたそれが少しずつ横に広がっていく。で丸くバランスよくなればいいんだけれども、あのうっかりするとですね、こうやってそのスキルの部分はかなり伸びてるんだけど、その横の部分が弱いっていうことがあるわけですね。 ですからこういうですね普通は学習してこないところではあるんだけれどもですねえ知っていればそれでえ隙間を埋めることができますよっていう部分ですねこここを狙って作ってて作いいるんだっていうことうです。ただあの例えばこの端っこのところのねごく狭い範囲でスポットで掘り下げていくっていうのではなくそうじゃなくて。 もう少し本質部分にも目を向けながら、えー、その隙間を埋めるくさび型のような形で,です、ねえー、そういう設計思想でこの科目1科目目、ね、必要なスキルの養成というのができているんだということです。またあの例えば、ね、それぞれの科目のところでご紹介しますけれどもあの特殊なひな型であればこういうです、ね、形で埋めていく。 ひな、ね、形と知識の隙間を埋めるとか、えー、そもそもひなってどういう論理構造でできてるのかっていうところはひなと判断の法的判断の隙間を埋めていくとかそれからあとですねあの意外な論点さらには会計の部分っていうのはこれは、えー、もうあの知識のです、ね、周辺のところなんですね。知識の周辺 こういういものをそれぞれ埋めていこう。まあ、それぞれぞの,あの科目のところでど,のどういうです、ねえー、隙間を埋めていくのかっていうのはまたこの図をです、ね、ちょっと考えまして、まあ、書きましてメモしまして、えー、お伝えはしていこうとしてますけれども、えー、このようなです、ね、隙間を埋めていくんだということです。でこの図を、ね、頭に置いて で,で、えー、自分はどこが弱いんだろうかというのを認識しながらこの講座を受けてくださいと言ってるのかというとこれはあの我々がこの講座を設計した時にこういう感じで作ってますよっていうだけのご紹介であってここの認識をですね皆さんが必ずしも持っていただく必要はないんですね。でこのの講座を受けるににあたたたっっててて皆さんにずっと意識しておいていいだきそそれから、えーその <coughs> この後ですね、えー、本試験を受けるまでの記述の訓練をしていくわけですけれどもその際に意識をしてお,おいていただきたいことはですねあのそれぞれの科目の最初のところでこういうふうに意識してくださいっていうのを申し上げますんでそれを覚えておいていただきたいというふうに思うんですねでね。 じゃあまずこの一番最初の科目のところ必要なスキルの要請具体的に中身に入っていこうと思うんですけれどもあのこの必要なスキルの要請でやるのはですねその本試験の作りの粗さの紹介なんです本試験の作り込みの粗さの紹介ですでレックの記述討論というのは極めて硬く作られています。 答えが一義的にに決まるようにで、えー、回答が割れないようにですね回答が割れず答えが一義的に疑、えー、義,義なく決まるように固く作ってるんですねでこれに対してこれから具体的に6年分見ていきますけれどもあの本試験のですね、えー、この記述問題というのが 固く作られている年もあればそうじゃなくて、えー、こうすごく作りが荒い年もあるんですね。まあ、具体的に言っちゃうと平成28年29年っていう直近の2年間の問題はほぼ疑義がなくですね。硬い問題で作られていました。作りの荒さっていうのがほぼ見られないんです。 で、これに対してえー、ま1、あ、番最初に24年から入っていくんですけれども、この平成24年の不動産登記っていうのは没問だとまでは言いませんが、かなり作りが荒い問題だったんですね。で、えー、そのこの荒い本試験問題を、えー、どのようにですね。現場で対処していくのかっていうことに。 特化してててこのの科目目っっいいうがが出来上がっていますですからそのこの1科目目をね、えー、こう受けていただいた後に例えばレックの答弁ですねこれを記述問題を解いていってですよそういえばあの必要なスキルの要請の科目でこういう荒さっていうのがあり得るなっていうふうに学んだなと。だから 本当にレックの登壇が粗さがないのかどうか見極めてやろうという意識を持ってその当連を受けていいかっ,て言ったらでですねダメですねこれからご紹介するのは本試験特有の粗さであってそれは本試験の問題を現場で解いた時に皆さんがもし万が一パニックになってしまった時の対処法それでも受かるための方法論必要なスキルの隙間を埋めていこうと。 しているだけです。ですから、通常の答連において、このことを、これからご紹介することを意識しながら。問題を解く訓練をしてはだめです。また、本試験の会場においてもね。あの、これから具体的に事例を、なん、いくつも、何度もご紹介していくんで、実感していただくと思うんですけれども。その、実はね。えー、気にしなければ、合格答案がかけて。 受かってるんですほとんどの年においてでも一定数実力があるからだから変なあ問題になってるな齟齬があるなおかしいなって思ってしまってで思考停止になってしまい答えが出なくなっちゃったもしくは時間が足りなくなっちゃった違う判断をしてしまったということがあるんです。 これが実力はあるんだけれども受かっていいんだけれども受からない人たちのウィークポイントなんです。でねあのー、普通に解けばほとんどの年というかまあどの年ですねどの年においても普通に問題を解けば合格答案が作れているんですね。ということはですよいいです。そのこういういい形にななってない人 そのスキルがガンってとあの突出して伸びてるんだけど、えー、隙間が空いているというわけではなくそこまでたどり着いてない人割と丸い形で実力が伸びてきているこれからも伸ばしていこうという時にですよ時にスキルだけ特化してドンと伸びててで他のところがへこんでるわけじゃないのに。 その隙間を埋めるようなことをですね、え、やろうとして、で、そのことを認識したが故に、通常の討論においても混乱するっていうことは絶対にやっちゃいけないわけですね。いいですか。ですからこの最初の部分を聞いてから受講してくださいというふうに話をしたわけです。このことを意識しておいていただきたいなということなんですね。でね、えっと、じゃあ中身に入っていきたいんですけれども、その前にあのこの。 三回分あるわけですね。三コマ分あるわけです。で前半と後半であるんで、六回分、六、あの前半後半で分けていくと。あの、まあ、これを一つ単位とすれば、六単位分あるわけですね。 で過去6年分の本試験問題の作りの荒さをご紹介していくというふうに申し上げたのであそうするとじゃあこのだいぶ時間経っちゃってますけれどもこの前第1回の前半は平成24年やってで第1回の後半は平成25年やってっていうそういう順番なんだなって認識すると思うんですけれども確かに基本的にはそういう順番でやっていきますが平成28年と29年 には作りの粗さっていうのがほとんどなかったんですね。でこれに対して24年や25年の不動産登記というのはかなり作りが粗い部分があったんです。ですからその年度ごとにカモあの時間を振り分けてやっていこうとすると時間が足んなくなっちゃう年と時間が余っちゃう年があるんでそういうやり方はしません。 基本的には順番に平成24年不動産投機商業投機25年不動産投機商業投機っていう順番でやっていきますけれどもあの全3コマで全部終わるようには調整してますがその1コマの中できれいに収まっていくっていうことは予定していませんのでご容赦くださいでこれが1点それからもう1点だけごめんなさいあの問題解いてくださいまず。 皆さんのお手元にですね、えっと、多分お手元にこの2つがあると思うんですけれども「えっと、記述ベストセレクションの」の、えー、参考資料、まあ、ちょっとあの、えー、タイトルタイトルというかこの教材の名前がね、えー、なんで参考資料ってついてるのかよくわからないんですけど参考資料ってなってるのがあると思うんですよ参考資料。 で、これまあ、何でかって言うと、あの今回の講座のために作ったものじゃないからなんです。で、えー、まず記述式過去問題集っていうのを広げていただくと、最初が平成24年の本試験問題ってなってると思うんですが、これ本物の本試験の平成24年の本物の本試験の問題です。本物の本試験の問題。 それから検証会レジュメって書いてあるのがあると思うんですけれどもこれもあの最初、えっとね、会社法人等番号の改正と株主リスト関係の改正部分の2ページ分があった後に目次があると思うんですけれども平成24年から29年までの徹底検証会本試験の回答速報っていうのを当日やってますがそのほぼ1週間後です、ね、に、えー、今年の本試験こうでした っていうのを卓一と記述とまあ卓一は運の講師と根本講師やってもらってますけれども、えー、記述は私がこれ24年から担当してるんですね徹底検証会でこの時に配布してるレジュメなんですこれ当時のそのまんまのお配布したレジュメが記載されていますで、えー、扱うのが過去の本試験の本物の問題なので えー、年度ですとかそれから法改正などが全部当時のまんまなんですね。ですでだからっていうわけでこれは参考資料っていうことにしてるんです。で あのこれ皆さんに知識をです、ね、入れてもらおうとしている科目ではないですからその法改正に対応する形で本試験問題をいじったりこの検証会レジュメをいじったりして提供するっていうことは考えてないわけです。まあ、やってもいいんでしょうけれどもやる意味がないのとできれば本当に本物の、えー、本試験問題これで皆さんに解いてもらいたいどこが荒いのかっていうのを実感してもらいたい。 ということで,すでなんで平成24年からになってるかっていうとあのこれね法務省のホームページに、えー、PDF データとしてその年の本試験問題が載ってるんですね載ってるんです。 平成29年の本試験問題もです、ね、もうすでに法務省のホームページのところに本物のデータがです、ね、これが今年の司法書試験の本物の問題のデータですよっていうんで出てるんですね。でこれが出され始めたのが平成24年からなんです。 法務省が正式に司法書士の本年の問題ですよって出したのが平成24年からでおそらくあのおそらくというかねえっ、ー、とねなぜか平成24年のデータはもうその本試験の、えー、リンク切れなんですかね本試験のホームページのところからはなくなっちゃってるんですけど25年以降は現状まだ残ってますまあいつなくなるかわからないんですが、えー、とにかく皆さんの手元に今配布しているこの参考資料の記述式過去問題集っていうのはその本物の問題は の法務省のデータそのまんまです。で、だからってわけでちょっと先に断っておくんですけれども、ページ番号がバラバラです。えー、っと開けていただきますとお、平成24年の第36問不動産登記なんですけどね、ページ番号が37ページから始まってるじゃないですか。これはあのー、36ページまでは。 午後の卓一問題のページだったんですね。で、三十七ページからあ記述の問題になっているっていうことです。一ですからこれあの法務省のホームページのデータそのまんまなので、こういうページ番号も当時のまんま全部載っています。ですからこのお過去問題集を見て過去問題集ってまあ本当に問題だけしか載ってないんですけれども。えー これを見ていくときには平成何年の第何年の何ページ見てくださいって言いますけれどもあのちょっと探すの大変かと思うんですが基本的には平成24年から順番にやってきますので、えー、まあ問題を解いてからね、えー、聞いて頂いければということです。 でとりあえずこの第1回目は24年と25年全部あるかどうかわかんないんですけれどもお第1回目のところでは24年と25年を基本的に扱っていきたいということですね時間のある限り進んでいきたいと思いますでそれからもう一つのこの検証会のレジュメの方はこれはあの私がつく 内部にデータがちゃんと、ちゃんとというか、編集できるデータになっているので、ページ番号はこっちは投資番号になってますね、で、目次もついていますよということです。で、検証会のレジュメはですね、例えば平成24年ですと、3ページから始まって、13ページまでなんですね、不動産と商業と。その後14ページから うーんと19ページまではこれはあの当時のね解凍速報の時にウェブにアップした模範解答の最終版ですこれを載せてありますだから何から何まで全部当時のデータなんですねまページ番号は振り直してますけどねで皆さんにどう解いていただきたいかっていうことなんですけれどもこれあの。 不動産登記のね、まあ、商業登記もですね記述のね、えー、過去の本試験問題を解いてでその通常の学習をしたい場合こういうですね過去の本試験問題で記述のです、ね、実力を普通につけたい場合皆さんが、えー、手に入れるべきなのは記述の過去問合格ゾーンです。これは通常の レックの問題集と同じような題材で解答解説が作られています。で、これが王道のあの記述過去問の、えー、実力をつけるための教材なんですね。で、今回はそういうつもりではなくてクドいんですけれども、そのここの論点について皆さんに理解してもらおうっていう科目ではなく、本試験特有の作りの粗さを指摘し でそれに対する対処の方法を検討していきましょうっていうための素材なんですね。ですからその当時のね検証会のレジュメを見ていただくと一応不動産投機も商業投機も時系列は書いてあるし主要論点についても書いてあるしそれから全、えー、件分の申請についてひなは書いてないですけれどもポイントは掲げられているわけですね。 でこれ商業登記も同じようなな作りになってますそれから最終的な回答についてもその、えー、24年だったら14ページ以降のところでね、えー、載ってますんで一応問題を解いてで合ってるかどうかの判定を皆さんが自分で採点していただくことはできます,できますそういういうには作ってます。 だからあのこのあとね24年の本試験の荒いところとその対処の方法についてご紹介していきますがこの部分を受講する前には平成24年の本試験をまず解いてくださいで答え合わせを一応してくださいで検証会のレジュメを全部読む必要があるかっていうとそこまではないと思いますが一応時系列で ではあですねご自身の判断があってたかどうか程度は確認をしてであと気になった論点があるならば該当部分読んでいただいても結構ですこのくらいまでしていただきたいと思います検証会のレジュメを全部読んでから講義を聞いてくださいというふうには言いませんでなんでかっていうと問題を解いてで作りの荒さに気づいたか気がつかなかったかっていうことを踏まえて聞いていただきたいんです。 でなんでこの作りが荒いところに気づ,気づかないっていうところをあの3コマもかけてやるかなんですけどその先ほどねその普通に実力があって飛び抜けて実力があるわけじゃないけれども普通にごめんなさい普通に合格をするのに必要なだけの力があって。 で本試験特有の荒さに気が付かない状態で合格答案を書けば受かりますよって話をしたわけですおそらくこれが一番効率よく幸せな記述での合格の仕方なんです普通にに力が伸びてってっさに気づかないいで合格答案を書いたすごく幸せです。ところがもう少し実力があって。 もっっと実力があってでそういう方で何で点数取れなかったのっていうところになるといやだってこの問題こういうところにこう書いてあったんですよだから私はこれどう判断していいのか分かんなくなっちゃってで時間食ってしまいましたとかこれやるすごく悩んでねここのところすごく悩んで,でだからあ判断間違えちゃったんですっていう人たちがいるわけです。 でこれがねいや私この論点知らなかったから判断間違えたっていうなら対処は簡単であの典型的にはそれは論点に対する知識が足りないから卓越の学習頑張りななさいででで終わっちゃうんんすすす対処はすごく簡単なんですこれに対して「いやだって本試験の問題こう書いてあったから私はこのように考えたんだ」っていうのが確かに言ってること最もだとは思うんだけれども。 でも、ね、本試験特急の荒さに気づかなければ幸せに受かったし気づいたとしても対処の仕方を分かっていれば、ね、どう対処していけばどうなったのかっていう方法論をある程度知っていればそのスキルを持っていれば疑義があったとしても疑問に思ったとしても合格答案が書けたのにそこが足りなかったから。 知識があるんだけれども実力があるんだけれども一部足りなかったから落ちたんだっていう人に向けてどうすればいいのかをやりたいわけです。だからまず皆さんがこの本試験問題を解いて、でどこを疑問に思ったか思わなかったかっていうところをある程度浮かび上がらせた上で聞いていただきたいということです。はい、いいですか。じゃあ、えー、中身に早速入っていきたいと思うんですけれども、 えっとね、えー、こっちまず上げてください。これです。過去問題集ですね。あ、その一番最初の科目で第1回なんでいろいろ言わなきゃいけなくて申し訳ないんですけれども、あの通常ですね、このレックの え収録講義の中でこれ板書用紙って言うんですけれども板書としてですねえ黒いペンボールペンで板書に書くのは許容されてるんですねでこれは最終的にこう PDF になってウェブにアップしたりもしくはあの皆さんがこれでえ画面でね見てわかるようになってるから板書っていうのは許されているんですけれどもこれに対して基本的に 当案当連だったら許容してもらってますが、通常のインプット講座においてテキストに書き込んだりテキストにマーカーでチェックしたりってするのは本当はルール違反なんですね。ルール違反なんです。ただ今回はそれをしたいと思います。でなんでかっていうと使ってる素材が記述の問題だから過去問だからだから。 ここがポイントですよっていうのをどうしてもチェックした方が分かりやすいのでチェックしますでその代わりあのチェックする時には必ず言いながらチェックするのと画面見せながら大きく映しながらチェックをしていきますので、えー、皆さんもね、えー、もしよかったらその、えー、ここあこういうところがポイントなんだな あのその疑義があるポイントなんだなっていうのをですねチェックしていただいてもいいししなくてもいいですしなくてもいい自分がその疑義があるって思ったところについては同じようにやっていただいてもいいし他のところはやらなくてもいいということですねはいあの当連であるかのようにマーカーとそれから書き込みはさせていただきますではですねこの 37ページですね平成24年の試験問題の37ページこちらを開けていただいて中身に入っていこうと思うんですけれどもまずあの疑義がないところですね疑義があるようにもしかすると見えるんだけれども、えー、実は疑義がありませんでしたっていうところから見ていこうかなと思うんですね。今回不動産は 2つありました高土地と乙土地別紙1の高土地と別紙2の乙土地です。で42ページに別紙1の高土地の登記録があるんですね。これが土地ってて呼ばれてま,すまあここはチェックしなくてもいいかと思うんですけど高土地。でもう一つ別紙2の乙土地っていうのがあります。でね この2つの土地管轄が同一かどうかっていうのを今回気にしました気にしました気にしなかったっていう方はそれでいいです。今回の問題管轄が同一かどうかは気にしなくても解けます。 あの管轄が同一なの複数の不動産に対する登記申請の処理がですね出題されていて管轄が同一かどうかを明確に気にしていく必要があるのは例えば共同担保の場合それから一括申請ができるかどうかを判定していく場合には同一管轄なのかそれとも管轄が違うのか。 っていうのが本質的にに問題になってくるわけですねただ今回の問題はです、ね、確かに不動産は2つあるんですけれどもあの証文の1から6を見ていただきますとですね、えっと、証文の1はですねまあ論述ってほどではないんですよね司法書士がなんでそう判断したのかっていう理由を書きなさいっていうことになってるで証文の2が「公土地について」 ですねえー、記載をしなさいと高土地について記載をしなさい。で証文の3も高土地についてですね記載をしなさいと。で証文、えー、の4飛ばして5と6ですね。でこれがおつ土地について考えて書きなさいと。 いうふうに言っていてで、えー、回答欄がですね不動産ごとにそれぞれ別個に分かれているわけですでまた今回ですね一括申請が問題になるような論点もありませんし共同担保もありませんですから管轄が同一だったのかそうじゃなかったのかっていうのは全く問題にならないそういう出題だったんですねだったんですただ。 あのもしねこれ本試験会場であれこれ管轄が同一なのかなそうじゃないのかなっていうところを疑問に思いでえまあこれでパニックになるってことはないと思うんですけれども一,最初の一番最初のこう作りの荒いところですから分かりやすいところからにしようと思ってねこっここから話をしてるんですけれどもその管轄が同一なのかそうじゃないのかっていうのはどこで判断ができるかっていうことなんです。 でこれレックのね記述答練であれば補足事実や注意書書きの中にに明確に書いてます高土地とおつ土地を管轄する何々法務局は、えー、何年何月にいわゆるオンライン指定を受けましたというような表現が多いんですけれどもこういう書き方をしてあればね高土地とおつ土地を管轄するまる法務局はとます。 言ってるわけですから、どちらも同一管轄だっていうのがわかるわけです。じゃ、あ今回のこの本試験問題はどう言ってたかっていうとですね。うんとですね。どこだっけな。補足事実だったはずなんですけど。補足事実の。 ででですすすねはいそうう、えー、ページでこう言ってます千葉地方法務局茂原支局は平成19年8月27日にいわゆるオンライン庁の指定を受けているよっていう言い方をしてるだけで、えー、この千葉地方法務局茂原支局っていうのが高都市と大津都市の管轄法務局かどうか っていうのはここには書いてませんでただね今回この高土地と落土,土地の所在を見ていただくとどっちももばらしなんですねだから普通に考えればですよ普通に考えればあこれはどっちももばらしなんだから、えー、もばらし局っていう法務局が管轄してるんだって思っていいわけですいいわけですで。 これがあの気になった場合でも普通の実力の方で、えー、迷いがない判断方法なんですね。ただねもしかするともう一歩先の話を知ってる方いらっしゃるかもしれません。あのまあモバはそうじゃないんですけれども。 えっと、政令指定都市などにおいては、えーですね、一つの市の中に複数の管轄法務局があるということがあるんですね何も一つの市区町村ごとに一つの市町村ごとに管轄法務局が一個だって決まっているわけじゃありません、えー、法務局の統廃合が進んでますので、えー、一つの管轄法務局が複数の市町村をまとめて管轄する っていうことは多いんですねただまれに同一市の中でもですね、えー、管轄法務局が2つに分かれてるもしくはそれ以上の数に分かれてるっていう場合もあるんですですから、えー、茂原市なんだから茂原の市局の法務局が管轄してるんだっていうのは 実ははっきりそうだってのは言えないんですね。まああのこのモバラはそうなんですよ。モバラ氏はそうなんですけれども、どのお行政区と法務局の関あの関係でも同じようなんだってのは言えないわけです。じゃあね、そういうことをもし知っていた場合に皆さんがあれじゃあ本試験でどこが出題されるかわからないからあまああの東京 神奈川千葉で不動産作られることが多いんですけれどもね、別にそう決まってるわけではないから、じゃあ東京千葉神奈川の管轄法務局が少なくとも目を通しておこうかとか、できるなら全国の法務局の管轄を一度調べておこうかとかやる必要があるかつっ,ったらないですないですそんなことはしなくていいじゃあ、えー、でもねこのようにそういう知識がある場合。 もう一歩先の知識を持ってる場合に、これ本当に同一管轄なのかどうなのなのかな、どうなんだろうって疑問に思っちゃった場合、あのおそらく今回これうんと一括申請が問題になったり、それから共同担保が問題になったとしても、本試験はこの作り方をしてくると思います。レッグだったら必ず高土地と低土地が同一管轄だよ。 っていうのをどっかに明確に書いてあるんですけれども本試験だとそれを書かずに今回のように単に、えー、高土地と大津土地茂原市の登記録が載っていてで、えー、茂原支局はいついつオンライン指定を受けているよしか書いてないことがある。で、えー、一括申請だったり共同担保だったりが論点になった場合多くの受験生は「ああ同一管轄だよね」で解くはずなんです。でも もう一歩先の知識を持っていらっしゃる方の中には、いやこれ同一なのかどうなのか、ああ確実なことは言えないんじゃないかって思って迷う可能性があるわけです。で、そういうときどうするかです。そういうときにどうするかね。ここ見るんですよ。認証文言、四十二ページ別紙一。普通見ないでしょ。 これなんて書いてあるの、えっと、この登記記録に記録されている事故のこれ,これはかこれは登記記録に記録されている事故の全部を証明した書面であるただしまあ登記記録に「大津区に記載されている事故はない」って書いてあってその下に日付がある下に「千葉地方法務局茂原支局」って書いてあるじゃないですか。 で陶器官千葉太郎で認証印、まあ、これが電子印というかその黒で、ね、印刷されちゃうんですけど、えー、押されてるっていうのがあるじゃないですか。でこの書き方はこの茂原市のこの登記記録を管轄している法務局が、ね、全部事項証明書として発行した場合の書き方なんですね。 これね。あの今日本全国の法務局はもう全部ですねオンラインでつながってます。オンラインでつながってます。ですからどの法務局に行っても他のどの法務局の不動産登記も商業登記も全部データを引っ張り出すことができるんです。そこで例えば東京法務局に行ってこのモバラのね、えー、登記事項証明書 とまあ、いわゆる登記本本ですけれどもこれが欲しいと思ったら取れます手数料も一緒普通に手数料を払ってで東京法務局でこの茂原の登本が取れるんですね。ただこのその場合には東京法務局が発行するんです。東京法務局が発行しますでどうなってるかっていうとこうなります。えっとね正確には覚えなくていいんですけどカッコ書きで。 千葉地方法務局もばらし局が管轄しているよって書いた上でこの下に東京法務局で登記官の認証がなされますこういう書き方になっているんですうちはここだよ認証した法務局この全部事項証明書を発行した法務局はここだよ ただしうちの管轄じゃないよ管轄はどこどこ法務局だよっていうのが分かるように書かれてるんですね。でこういうふうになっていればこれは管轄法法務務局局ではない法務局が出した登記事項証明書だってことが分かりますこれに対して今回そういう書き方になってない書も書いちゃったんです,んですけどそういう書き方になってない場合にはこれは管轄法務局が 登記事項証明書を発行しているってことなんですということはこの別紙1の認証文言から甲、えー、土地の管轄法務局は千葉地方法務局もばらし局だってことがはっきりわかる同じように別紙にですねこっちを見てももばらし局が乙土地の管轄法務局だっていうのがはっきりわかるんですねわかるんです これがまあつまんない話ではありますけれどもこの一つ隙間を埋めたっていうこと一つ隙間を埋めたんだっていうことです。いいで,すであのくどいんですけど教訓になるんでちょっと意識しておいてください。今の話を聞いてね「あいい話を聞いたよしこれを是非覚えておこう」 する必要があったかってことですまあ、覚えちゃっていいんですけど簡単な話ですし覚えちゃっていいんですけれどもあのいつでもね、このことを記述問題を解く際に念頭に置いてで問題を解くべきかって言ったらそうじゃないでしょうそうじゃないそんなことしなくていいわけですどこかに明確に管轄法務局がはっきりわかるような記載があるのであるならばですね、えー 例えば補足事実の10のところで高土地および大土地を管轄する千葉地方法務局もブラ支局はっていうふうに書いてあるのであればもうこの認証文言を意識する必要なんかないわけですね管轄一緒だっていうふうに明記されてるから。それから今回の問題はあの管轄がが同じじなななののかかそうじゃないのかを意識ししくても完全に問題が解けましたですから今回の問題でもやっぱり意識する必要が ないわけですでこのことを思い出してほしいのは本試験の問題を解いた時にね本試験の問題を解いた時に、えー、他の多くの受験生はこんなところ気が付かずに単に、えー、補足事実の中で茂原支局はって法務局が示されており で高土地と乙土,土地を見た時にああ茂原市の不動産なんだねっていうところから管轄一緒でし,ょとしか思ってないでそれで問題が解けるはずなのに皆さんがあれこれ本当に管轄同じなのかな管轄が同じなのかそうじゃないのかで処理の方法が例えば共同担保だから違うのになと思って。 どうしてもそこに引っかかって分からなくなってしまった時こういう時だけ対処の方法としてああそういえば認証文言を見れば分かるんだったよねというふうに思い出していただきたいわけです。いつもこれを意識して解いてくださいというのではなくてそういう時に本当にどうしようもなくなった時にだけ思い出してほしいそれが隙間を埋めるんだってことです。 つまんない話ではあるんですけれどもあの場合によってはここで本当に引っかかって処理の方法を違うんだけどなどっちが正解なんだろうと思って例えば5分10分悩みずっとそのことが引っかかりながらこの後の問題を解くそこで判断がですね全体として判断の時間も足りなくなればあ意識がこっち向いちゃってますからどっちなんだろうといううに向いちゃってるからその後の精度が下がっちゃうで場合によっては商業投機がめちゃめちゃになっちゃう。 で実力があるのに残念な結果になっちゃうっていうのを回避できるんですねだからもしかするとここがウィークポイントになる人が皆さんの中にいるかもしれない。でこの話をすることでその、ねえー、聞いてなければあ残念な結果になりそうなところを持ち直せるかもしれないと思うからお話をしているわけです。 多くの受験生に向けて、絶対これ必要な知識だから、覚えておいてねって言ってるわけじゃない。っていうことです。だから、皆さんが、あの、いや、私はこれ多分本試験会場で。あれ、これ同一管轄なのかな、どうなのかなと思っても。お、え、そ、ー、らく、あ、両方もバラシなんだ、じゃあ同一管轄だよねと思って、スルーできる。そのまま普通に解ける。って思ってる方は、この話忘れちゃっていいです。 忘れちゃっていいです。いいですか？あの、えっとね。えー、大事なのはね。大事なのは合格点を取ることであって、満点を取ることじゃないです。で、合格点っていうのはこの試験においては皆さんご存知のように相対評価で出てくる点数なんです。絶対評価で80%取ってください。じゃないでしょう。択一も記述もね。 不動産登記0点で合格者続出の年だってあったんですあれ平成20年だったと思うんですけれども、えー、そういう年もあるんです試験問題の作り方によっては多くの受験生が本当にめちゃめちゃになっちゃってで点数が出なかった年もあるでそういう年は合格点がガンって下がってるんですだから皆さんが意識しなきゃいけないのは合格していく受験生が素直に解いているのに自分だけ 引っかかってしまって思考停止になってしまうっていうことがあるなら、それは何とかしないと厳しいですよっていう話なんです。でも多くの受験生が引っかかるようなものについては、失礼、多くの受験生じゃない、多くの合格者、合 比較できるだけの人たちの多くが引っかかっていくものについては自分も引っかかってもマイナスになりませんもちろんできるならプラスにはなりますけれどもそれはすごく大変ですあの受かっていくのに本当に効率がいいのは合格レベルにある人たちが取れるところを自分もちゃんと取っていくってことですこれで受かるわけですこれで受かります いいですかね、だからこのウィークポイントのところもあの最初なんで本当に区切りさておきますけれども「あいつでもこれ覚えておこう」じゃなくて自分のウィークポイントにな,るなりそうだったら覚えておいてねでもいつも意識するんじゃないですよその上で本当にどうしようもなくなった時にだけ思い出してねっていうことをやるわけですからね。はい、で、えっと、これはあの簡単な簡単なというか実はあの疑義ですらない、えー ものでした。作りも荒くはありません。荒くないです。荒くないです。特に疑義はないです。ここは疑義はないんですね。でね、えー、疑義があったのはですね。うーんと。三十七停止。これね。日本語なんですけど。 1> 第1段落から第4段落まであって「なお」のところねで最後に「以上に基づき後期の問いの1から問いの6までに答えなさい」って言ってるんですね。でこの時のね第3段落の同日なんです。このの日付がいつなのっていうことです。であの 登記申請を行った日なんですけどね登記申請を行った日なんですけど私はこれ実はこの問題一番最初に解いている時回答速報に向けて解いている時に申請日は5月12日だと思ってましたこれ問題を解いている時一番最初はねあ5月12日の申請なのか変な,変なのというかすごい早いねって思ったんですけれども。 その後全部解いてみてこれどう考えても5月12日のはずがない6月29日でなければあ6月29だよね,、うん、そうですね6月29日でなければおかしいぞっていうふうに判断を修正したんですね。これは作りが荒いところです、あのー。受験生の方に聞き取り調査をした結果、 えどうでしょうね正確なその数字で残ってるわけではないんですけれども、えー、10%から20%くらいの受験生があれこれおかしいなって思ったようです。で、えー、どういうことかっていうとねちょっと第一段落から読んでみたいんですけれども第一段落はこう言ってるわけですよ。平成24年の5月11日に 何が起きたかっていうと司法書士ホーム花子は民事太郎から不動産登記に関する相談を受けたとでこのようなです、ね、事実を聴取するとともにこのような書類の提示を受けたというのが5月の11日なんです。5月の11日に司法書士のホーム花子が民事太郎から相談を受けて事実を聴取してで書類を見せてもらいましたというのが5月の11日に起きたこと。 で次の第2段落で司法書士ホーム花子は翌日、ってるわけです5月の12日関係当事者全員に対して説明をしたとで了解を全員から得ましたこれが5月の12日でさらに5月の12日にここうういうこともやってます司法書士ホーム花子は別紙389の書類を準備してください。 それからまあ遅くともなんでしょうね6月の29日までに必要な手続きを終えるように依頼したこれは5月の12日に起きたことなんです。いいですか、えっと、第一段落はこれは全て5月の11日に起きた出来事です。で第二段落ははこれは 全て5月の12日に起きたことなんですで第一段落に最初にね24年5月の11日って示されてでその翌日に第二段落でこういうことが起きてますよって言ってるわけですから第一段落は5月11日に起きたことであり第二段落は5月12日に起きたことなんです。これが国語でしょ 日本語の文章を素直に読んだ場合でしょそうすると第三段落同じように考えれば第三段落で起きたことまあ最終的には登記申請なんですけどこれはね同日っていうのは5月12日に起きたことに見えるわけです。5月日日がまず一番最初の日 で第二段落が翌日起きたことで第三段落が同日起きたことでちゃんと読めば5月12日に登記申請をしているようにしか見えないわけですただねこれ5月12日の登記申請ですとそのまあ 遺留分減殺の登記と名変登記これは申請できるんですけれども共有物分割の登記ですねこれがねあの農地用の許可がまだ下りてないんですよ時系列ちゃんと作っていくとで物件変動生じてないんでこれ登記ができないでそうすると共有物分割による交換これがこれも申請できるかどうかまあ あの申請すれば通ると思うんですけれども、申請できるかどうかっていうのも微妙になるんですね。少なくとも遺留分減殺と名変登記これは申請できます。で、えー、申請できないはっきり申請できないのが、えー、共有物分割による持ち分移転登記なんですね。で、そういう出題を出題者は意図していたかっていうことです。いないでしょ。 しか思えないんですね回答欄の作りからしても新整備はこれは6月の29日に全部終わった日なんだっていうふうに読むのが出題者の意図に沿うんですでだからここで言ってる「同日」っていうのはねこの日なんですよね。 第二段落で司法書士ホーム花子は翌日こういう当事者に説明をして了解を得た上えで6月29日までに必要な手続きを終えるように依頼をしたと言っている6月29日までにしてくださいねっていう期限を切ったこの日と同日って考える。これが 問題全体を通して考えた場合に出題者の意図に沿うそういう、えー、判断なんですね。そういう判断です。こういうふうに考えるしかないっていうことです。あの第三段落の中における同日と第三段落の冒頭の同日っていうのはこれはもう同じ日だっていうのは間違いがありません。でこの二つの同日 ですね、手続きを終えたあ事実を述べられてで登記申請の依頼を受けて登記申請をした日これは同じ日なんです。でそれがいつなのかっていうと月月のの日日でではななくて6月の29日なんですねでこれもねその多分合格者の多くの人が、えー、さらって読んだ上で何にも疑問に思わずに「ああ6月29日申請だ」っていうふうに読んだ。 わけですねでただあの20%最大でも20%くらいだと思うんですけれどもで私もそうだったんですが、えー、一部の受験生はですねこれ最初5月の12日の申請だというふうに思ったとでもそれじゃあおかしいぞとで、えー、それは何でかっていうとあのその出題全体から考えれば、えー、回答が少なくなってしまうおかしいじゃないか。 出題者の意図からすればあそういう出題はしないだろう共有物分割も当然答えさせるだろうということですね。えー、もう一点ですねこれもまあ細かいんですけれどもうんと6月の29日までに必要な手続きを終えてくださいねというふうに司法書士が言って てるスケジュールを決めてるっていうのに私はこれ問題を解いたときにすごく違和感を覚えました。普通こんなこと言わないんですね。えっとあの。 こういう書面とこういう書面が必要です。こういう手続きが必要です。っていう言い方をします。また、例えば印鑑証明3ヶ月以内の有効期間制限があるようなものについて、すでにですね、これ印鑑証明ですって渡された場合には、有効期限がいついつまいついつですから、それまでに登記申請しますので、その日より前にですね、書類全部揃えるようにしましょうね。というようなアドバイスはします。ただ、そうでなければ 普通は、あの、司法書士がですね、スケジュールを決めるっていうのは、ちょっとおかしいとは思うんですね。一個だけあるんです。で、それは、あの、根抵当権の典型的には債務者の相続があって。 で6ヶ月以内に合意の登記までいかないと元本が確定しちゃうっていう場合これはもう法律上の期限が明確にあるわけですから、えー、定当権が設定されていていその債務者が死亡したという場合、まあ、債務者権設定者で設定者が死亡して相続登記の入れがあった場合っていうのが多いんですけれどもこの債務当権今後もその 元本を確定させず使っていく予定があるなら、まあ、それは当事者との聞き取りの結果でね、その、普通は個人事業で、えー、債務者が個人で、うん、寝程度がついてるでしょうから、その、 被相続人がやられていた取引を今後も誰か後を継いでやる方がいますかとで銀行との話はそういう話はしてますかというのも踏まえた上で聞いた上ででスケジュールを相談するといついつまでにこれ登記申請しないとまずいですよというふうに話をするして債務者の合意をいついつまでにしてくださいねとで書類も揃えてくださいねというふうにスケジュールを決めることはあるけれども今回そうじゃないわけですよね。ですからまあ6月に 二十九29日までに必要な手続きを終えるように依頼をしたっていうのは私からするとちょっと違和感があるで実もやってる人間からするとここは違和感があるんですねで、えー、ただあのこれこの年だけじゃなくて他の年度でもこのような設計っていうのを本試験はしてますだからもしかすると今後もあるかもしれないで、えー、気にしないってことです気にしない 司法書士がいついつまでに必要な手続きを終えるように依頼したと言っていても試験問題上はは何もおかしいところはありませんって思うそれから今回の問題のようにこう国語としてちゃんと読んでいくと日付の整合性が取れないような気がする場合でもあのこれね他でも必要な話なんでちょっとこれは覚えておいていただきたいんですけれども出題者がね今回 その不動産登記においてどの論点に基づく登記をメインの論点として、えー、組んでいるのかっていうのをちょっと想像してみてくださいこれできるはずですあの初学者の方には無理かもしれません、えー、こういう登記とこういう登記とこういう登記が今回は出題されましたじゃあ出題者がメインの論点として考えてたのはどれですかって言われてもいや分かりませんってなると思うんだけれども あの実力があってこの講座を受けようで隙間を埋めたいって思ってる方は分かるはずです。ちょっと見てみましょうか。えっと検証会レジュメの方ですね。で、十、え、四、ー、ページから十七ページを見たときに、これメインの論点どれです？あ、十六ページまでですね。ごめんなさい。十四から十六ページまで見たときに、メインの論点どれです？ まあいくつもあるかと思うんですけれども大きくは15ページ16ページの、えー、第3欄と第5欄がまずそうでしょうこれですよね回答欄の作りからしても各ボリュームからしてもで論点の内容からしてももちろん異流文減載も大きな論点ではありますで第二欄のところで書かされてはいます書かされてます ただ、この遺留分減災はです、ね、あの第1欄において、えー、遺産共有ではなくて物件共有になっているから共有物分割をしなければいけないよというところにもつながってくる論点で,で、えー、これは遺留分減災については、まあ、あのそもそも相続させる旨の遺言があった状態で遺産分割協議が完了しているという理解にもなるんですけれども。 子供を相続させる旨の遺言、遺言とそれから伊流分減債の2つによって第1欄の内容というのが決まってくるわけですね。で、伊流分減債の論点は第1欄にもかかってきてるわけです。で、だからこそおそらく第2欄において伊流分減債の扱いがちょっと小さいんじゃないかということですね。で、これに対して第3欄と第5欄 第3欄第5欄第6欄というのが今回出題者が皆さんに受験生に回答させたかったメインの論点だっていうのは初学者じゃなければ皆さんは分かるでしょ分かるで,しょでそうするとね、えー、これ第3欄が共有物分割ですよね。で第5欄が共有物分割による交換ですよね。 で、第六欄が、えー、っと、弁済供託抹消。なんですね。で、そうすると、まあ、弁済供託抹消も書かせたかったけれども。なんと、二件分、共有物分割絡みなんです。これメインの論点でしょだから、この年のメインの論点。えー、二つ挙げるとしたら、何。っていうと、多分ほとんどの人が共有物分割と。休民担保権の弁済供託抹消です。 って答えると思うんです思うんですねこれは納得していただけるでしょそうするとねいいですこれを答えさせないっていう出題があるかないでしょうないでしょうこれは出題者の意図を組んでくださいって言ってもできるはずです出題者が今回メインの論点として受験生に答えさせたかったのは何か でそれを答えさせないっていう出題があるのかないとするならば、えー、元に戻りますけれども申請日はいつなんです国語で読んだ五月の十二日ではなく六月の二十九日というふうに判断するのが妥当だろうということなんですねで、えー、まあ私はこのように当時考えた たはずですまあはっきり覚えてないですけどえこう考えてで6月の29日新整備でうんって言ったんですね解、えー、答速報に向けて作業しているときに。それから受験生の合格者の多くの方もあれおかしいなと思ってもまさか共有物分割を答えさせないわけはないよね。で弁済教託抹消を答えさせないわけもないよね。 だから、えーまあ、答えるだから6月の29日が同日の意味なんだというふうに考えたってことです。あの試験委員がです、ね、メインの論点として回答させたかったのはどれかっていうところに意識を向けたかどうかはともかく「えー、共有物分割答えさせないってわけはこの問題ではないよね」というふうにです、ね、なんとなく思ったこれで試験委員の意向を組んでるんです。 ですからそういう思考をあのこれは持っておいていただいたほうがいいと思いますね、えー、メインの論点として回答させたかったのはどれなんだろうかというのはちょっと迷った時にでも意識をするとこの問題だけじゃないですよ、えー、意識をするというのがあいるんじゃないかということですはい、えー、それからねじゃあね、えー もう少し、深い話をしていきたいと思うんですけれども、今回、まあ、問題解いていただいたと思うんですが。休民担保権弁済供託抹消。なんですね。で。これ、あの、本当にね。休眠担保権弁済供託抹消ができるのかということです。まあ、できるんですけど。できるのか。っていうことです。 えっと、まずあのはっきりおかしいところを,を考えます。えっとねこれですね。民事太郎から聴取した内容のうんと7番38ページ。これ誰が言ってんの民事太郎ですよね。民事太郎が 37ページのところで民事太郎から聴取した内容として7番の事実がありこう言ってるんですよ。これ変なのって当時も思ったんですけど大津都市の登記録に担保権者として記録されている司法三郎なるものは親族の誰にも心当たりがなく私は当たり前だろうって突っ込んだんですけどね、えー、あちこち駆け回って調べましたが行方が知れませんああそうなんだ。 まあ、あちこち駆け回って調べましたが、行方が知れません。っていうのはオッケーだと。ただ、親族の誰にも心当たりがなく、そりゃそうだってことですね。それから、借用証書や領収書、借金の事情がわかる書類も全くありません。って時に当たり前だろう。って、お前が持ってたらおかしいぞって私は思いました。なんでか？皆さん思いました。 おかしいんですよ。これ！とね。えー、43ページ。えー、大津区1番抵当権、えー、昭和5年の受付年がピー。これが休眠担保権弁済協定かましょです。債権額は350円万円じゃないですよ。あの昭和5年だと結構な値段だったはずです。けれども、も、えー、これあのー？現 在まで利息損害金全部計算するとあの検証会のレジュメでやってますけれども2000円くらいになるはずですで司法三郎さんです司、ね、法三郎さんでね今所有者誰っていうと民事二郎なんですよでこの民事二郎と民事太郎の関係はっていうとねえー、っとねこれはね 相続人なんですようんと37ページの民事、えー、太郎から聴取した内容の1番「私の母である民事栄子は死亡しましたと」と栄子の相続人は私と太郎ね弟の民事二郎の2人だけですって言ってるんで民事太郎と民事二郎は兄弟だってのが分かるわけです民民太郎と治二郎とは兄弟です。 でその太郎さん相談に来た太郎さんの弟の次郎さんがおつ土地の現在の所有権登記名義人なんですが、帝東不動産との関係では第三取得者です。平成12年1月5日売買、第三取得者です。ね。で。 元の所有者って刑事志郎さんなんですね刑事志郎さんから平成12年に民事二郎さんがですね、抵、え、当、ー、権付きの不動産を購入した売買で取得したんですで、今回この、えー、民事二郎が付けたわけではない 昔ついている四方三郎の休民担保権の弁債協卓末書の依頼に来た太郎さんがうちには借用書ないんですけど当たり前でしょ当たり前でしょあなたの弟さん第三取得者でしょ持ってるはずないじゃんで親族の誰にも心当たりがありません当たり前でしょ金銭消費貸借契約者のあなたの弟さんじゃないでしょっていうことです でえー、そうするとねいやあのー、こういうツッコミがあるかもしれない。物仏上保証が刑事司郎さんなだけでもしくはその非相続人なだけで、えー、債務者が民事さんの親とかだったんじゃないの違うはずだということが言えます定等権の債務者見てててください書いてない書いてない書書ななんです。 えとですね、あのこれは多分いらない知識なんですけどあの隙間を、うん、一知知識識としてはいいらない知識です、えー、ただ隙間を埋める今回隙間を埋めるためにはちょっと知っててもまあおかしくはないかなって話なんですけど年度まで覚える必要ないんですが昭和39年の不動産計法の改正以降あの債務者っていうのは 抵当権の債務者というのは常に登記事項になりました。で、昔はね。あの債務者権設定者の場合には債務者って登記事項になってなかったんです。物上保証の場合だけ、すなわち設定者と債務者が違う場合だけ、債務者は登記事項だったんです。昔はね。昭和39年の改正前までは、そうするとこの平成5年のですね、えー、設定の抵当権については？ 債務者が載ってない、えー、これはあのベッシーさんの古い登記録を見ても載ってないんですね古い登記録には弁済機が載ってるえっとね昔弁済機も載ったんですよ弁済機も載ったんですで債務者載ってないんですよねえー 豊駒郡でいいのかな？で、林町林17番地司法三郎のために債権額350円弁債費昭和6年の定めにて定当権を登記すって書いてあるんですね。これ古い登記の仕方なんですけれども、も、えー、定当権者は載ってます。債権者は載ってるで債務者が載ってないで弁債期が載ってる。今の基準からすると変な気がするかもしれません。けれども、昔はこう。 で,でよかっったたんんででですすこうだったんですで債務者がですね古い担保権において載ってない場合、まあ、あの皆さん合格した後の実務に入れてから役に立つからもう覚えちゃ,覚えちゃいましょうその古い担保権休眠担保権ってまあ,まあまああるんですけど、えー、このこういう低等権古い低等権においてで債務者が登記されてなかったらそれは債務者権設定者です。 債務者者設定者じゃあその債務者って誰なのかっていうと設定のの時点の所有者ですでそれは誰かっていうとあの刑事司郎さんじゃないですよ刑事司郎さんは昭和40年にこの不動産を相続で取得してるわけで,でその当期55年にやってますけどね昭和55年にやってますが昭和,44年のお昭和40年の1月15日に昭和40年の1月15日に 刑事四郎さんの、まあ、親かな。ね、えー。兄弟かもしれないけどね。えー、まあ、刑事四郎さんの一世代上ってことにしましょう。刑事四郎さんの親が。亡くなって、この土地を相続したんです。 で昭和5年に設定したのが刑事四郎さんの親なのかおじいちゃんおばあちゃんなのか祖父母なのかは分かりませんけれどもおそらくそういう人がですねこの四郎三郎さんとの間で350円の金銭消費対策契約ををやって定当権を設定したとでこの定当権がそのまま残った状態で代々刑事四郎さんのところまで相続できてで、えー、それを民事次郎さんが購入したんだというふうに考え ましょうこれがおそらく自然ですそうするとこのオツトチのオツク一番の給民担保権の債務者というのは、えー、これはおそらく刑事士郎さんの一世代か二世代前の非相続人なんですねで、それは普通に考えて民事士郎さんこの土地買ってるわけですから民事士郎さんとは何の関係もない人のはずです そうでしょだからこのね38ページのところの7番で言ってる民事太郎さんが「いや弟が購入した不動産について、えー、司法三郎さんという邸当権者がついてるんですけど親族に聞いても誰も心当たりがないんですよ」「またうちには借用書や領収書などもないんですよ」「いや当たり前だろう」っていうふうに思うわけです。 でこれは本試験委員がわざとこうしたんじゃなくておそらく壊れたんだと思います。で、えー、多分これ最初はですね、あのー、43ページの別紙ー2のですねコーク2番は売買ではなく相続だったはずです。それからコーク1番も刑事司郎ではなく民事ホニャララさん場合によっては英子さんだったのかもしれません。ただ あのそうするとねもし乙土地のオ区じゃないコー1番を民事栄子にしコーク2番を相続で民事次郎へと移転したんだということにしてしまうと遺留分減災のところでですね4分の1減災っていう計算ができなくなっちゃうんですね。 そうですよね今回正解としてはあの民事栄子が民事太郎に相続させる旨の遺言をしているでこれに対して遺留分侵害しているぞということで4分の1次郎さんが減災請求をしたからその登記を答えさせようとしたわけです。たただそそうするとそのためにはうーんと、ねえー 民事太郎から聴取した内容の2番にこう書いてあります民事英子が死亡時に所有していた財産は高土地のみでしたっていうことにすれば遺留分の減債の割合高土地に対する遺留分の減債の割合は4分の1っていう判断ができるわけですけれども。 他に動産なかったのかなっていうのもちょっと気にはなるんですけどね銀行預金とか本当にないのかなというのも気になるんですけれどもまあでも試験問題ですからねこの聴取事実の2番のように高度地だけが民事 A 子の死亡時に所有していた財産でしたというふうにすれば遺留分率の計算を受験生にさせることができるわけですただそのためには落ち土地については 乙土地についてはあ、このように、あのー、このようにじゃないや、その私がそうかなと疑ったように、相続で民事二郎に、えー、取得させるというのがよくなかったんですよね。で、だからどうしたかというと、売買に変えちゃったんだと。で、だったらね、個人的には、この休民担保権を甲土地につけといて、こっちで抹消するい,いのにと。 思ったんですけれども、えーまあ、そこは設計を元のまま変えなかったんでしょう。だから、えー、こういうおかしな状況になってしまったんだっていうのがあおそらく正解正解というか多分当たってると思います。でねこれあの試験会場で気づいたらどうするかっていうことなんですねどうするか。 すっごい微妙です。ごめんなさい。出題者の出題の意図を全体として組めばこの河野太郎から聴取した内容の7番で何か変なこと言ってるのは不問にする。目をつむる。っていうことをできればお願いしたい。ただいやすっごい気になるんだけど。 って思った場合まあ私はねああこれ多分そのイリ分減算のために間違えたんだろうなっていうことでしょうがないよねって目つむろうと思ったわけですけれどもこれが気になっちゃった場合どうするかっていうとごめんなさい対処の具体的な方法ってないんですけど出題者の意図を組むっていうこととそれからあのさっきの話である程度対処ができるんですね。ここれ答えさせないかってことです あのメインの論点、確かに共有物分割及びその交換なんですけれども。多分もう一つ、休眠担保権弁済供託抹消っていうのも大きな論点になってたはずです。で、これのためにそれを答えさせない。たったこれだけで、それを答えさせないっていうことがあり得るのかってことです。おそらくないでしょうって考えれば、じゃあ、不問にしようかなって思える。 あのその出題者の意図を組んでっていうのは本当に最後のよりどころになるんですね。 で、これでなんとか乗り切っていただきたいというふうに思います。えっとごめんなさい。あの時間が来ちゃってるんで、まだ24年の不動産登記も終わってないんですけれども、もえ、後半も24年の不動産登記終わり次第、商業登記の方はほぼ疑義がないので1点だけで、できれば25年に少しは入れると思いますので、えー、後半実行する前にはですね、えー、商業登記は？ 一応解いてください大きな疑義はないんですけどね軽くで結構です解いてみてくださいで、えっと多分入れると思うので25年の不動産登記も、えー、目を通してから後半の講義聞くようにしていただきたいと思います中途、えー、半端でごめんなさい、えー、後半続きますでは前半終了します